というわけでございまして、しばらく寄せ今月もスタートです。はい、というわけで今日は木更津港に、ラゴ芸術協会の釣り部の活動で来ております。釣れるところを見せたいと思います。釣れるところを、はい、よっしゃ、はい、釣れました。来ました。ほら、すごいな、すげえ、ほら、はあ、すごい。やってまいりました。なんかもうここのところチラチラ見えてますね。今日はね、ゲストがおります。片岡五郎さんでございます。よろしくお願いいたします。いや、久しぶりですね。久しぶりで、もうしばらくでございます。しばらくでございます。どちらのしばらくさん？こちらのしばらくでございます。もうね、片岡さんとかで同じ画面に収まるというのはね。いやいや、しかし本当に変わりましたね。何がですか？いやいやいや、私でございますか？ええ、そうですか。勤めて帰るようにもしてね、選択肢ですよ、いろいろね。こういう僕も、こう画面ではこういう僕、そして生で寄せてみるときは着物の僕。でも気持ち的にはやっぱ違います。なんかね、楽しいです。やっぱしね。非常に、変身願望って言うんですかね。それはね、役者でもありますよ。だからこの役やったらこうしようとかね、こんな服着たいなとかね、それは気持ちがものすごく変わってくるんですよ。この間、今月芝居やったのは、はい、認知症の役でやったんですよ。すごいオファー来るじゃないですか、これから。この人はこれができるんだっていうね。そしたらね、はい、見てる客が、はい、来まして、あんた本当にボケてるんですか。ボケてたら役者できないっての。いや、リアルな、そうですね、役者ですよ。だからそれだけ見せられるというね。この役やろうと思ったら、いろんなとこ行って、車検技術だとかね、はい、いろんなとこ行っていろんなものを探してくるんですよ。で、今回やったのはこんな丸い眼鏡で、分厚い眼鏡したんですよ。おうおうおう、100円ショップに出たんですか。うん、それで杖ついてボケの役だからね。そしたらね、本当に見送りって言ってね、芝居終わったらお客さんを見送るわけじゃないですか。はい、それの時に、失礼ですけど本当にボケてるんですかって。いや、ボケてたら芝居できないっての。いや、それだけ迫真の演技という、ね、でもさっき言われません、落語やって誰かなってる人、あんた本当にそんなに面白い人なのとか、あの人そんなにバカなんですかみたいな。いや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 、バカじゃないんですよ。アホなんです。でも役者とか我々、講座に出ている、ね、演芸家、ね、いろんな格好しますからね。それは一般の方よりはいろいろ楽しいですけどね、その部分はね。そうね、一般に言うと、男の人と女の人で言うと、僕は女性ってね、スーパーじゃないな、百貨店行っても、洋服売り場がたくさんあったりね、ほとんど女性のもんじゃないですか。ね、そういうの毎日楽しいじゃないですか。うん、ね、普通。でも特殊なのは男でしょ。男ですか。またどういったところで。だって、うちへ帰って威張ってるでしょ。うちへ帰って。僕、某テレビでこの間どっかの家庭のをちょっと見たんですけど、威張ってなかったな。どっかで見たような方々が、ね、でも威張らせてくれるんですか。普通男は威張ってますよ。そういうもんですよ、男ってのは。かっこいい。しばらくさんは威張ってないですか、うちで。僕はね、いや、威張っ
手ぶってるじゃん。みたいな、いば、まあね。まあ、しかしさ、はい、あの写真を見せていただいたんですけども、はあ、あの子供さんは似てなくてよかったね。それいいんでしょうかね。僕は。いや似てると思ってんですけどね。いやいや似てないですよ。あれは違う男の子供ですよ。あらまあそう。またそのうちの家庭騒動になるようなことをですね、まあここでつまびらかにはできませんけども、僕もねいやそうなんじゃないかなって思っ、うん、そうってこともね。だってあんなに可愛いもんね。可愛い可愛い。うちの子供は可愛いですよ。可愛い可愛い可愛かった。可愛かったな。いやいや可愛いかな。今でも可愛いんだけども。あの時は可愛かった。だからあの師匠には似てないんですよ。師匠に可愛くないもん。こんなに可愛いじゃないですか。まああのこんなに可愛い僕がですね、今日はあのどんな話をしようかなと、ね、うん、片岡先生。私ですね。ええ、今回ですね、免許を取ったんですよ。え？運転免許。運転免許取ったの？取ったんです。しかも拾ってきたの？いや拾えないの。お金かかりますからね。この国の免許制度というのはね、教習所というものに通えば免許は買えるシステムなんです。買えるというか、まあ、ある一定期間ね、あのちゃんと過ごせばね、まあ、あの手に入れることはできるんですね。でもね、この度私は一発試験で免許を取った。なんでしかし試験を受けたの？実はね、8年ぐらい前まではちゃんと持ってたんです、免許。あ、でもずっと乗ってたじゃない。乗ってたんです、過去は。乗ってたんです、ある時ですね、バイク乗ってましたらね、こういう感じの人で、もっと黒い制服を着た方がですね、そこの原付バイク止まりなさいに、そこの原付バイク止まりなさいに止まったですよ、上野でございました。君整備不良だよ、電気がついてなかったんですね。で免許は、免許、まあ、僕ね、あの免許を持たないで乗る癖がついてたんで、で大体なんか捕まって照合して、うん、で不携帯でしょうがないなっていうような流れだと思ってたんです。で、ちょっと不携帯でねって言ったら、おまわりさんが、まあ、いろいろごにょごにょ言いながら、ね、今度パトカーから今度ね、すごい顔してきて、田中さんね、あんた不携帯じゃないよ、あんたは無免許なんだよって言うんですよ。無免許、俺無免許じゃないんだよ、あるから、あんたね、失効してるよ。免許失効ですよ、失効。へえ。失効どういうことだったか分かりますよね。免許3年から5年の更新期間というのが設けてありまして、はいはい、で誕生日で区切られていて、で誕生日前後1年、前後1ヶ月の余裕はあるんですけど、その期間内に書き換えなければいけないと。これがですね、過ぎていたんですよ。へえ。でも過ぎるのもね、あの一応そういううっかりの方っていうのは結構いらっしゃるんで、まあ、期間がいろいろございましてね、ちょっと過ぎてしまったってぐらいは、あのうっかり執行ということでね、これが免許すぐ取れるんですよ。ああ、そうなの。すぐ取れる。で半年ぐらいまではなんとかなるんです。あの今ここにですね、ずらずらと多分出てると思いますけども、そういうね、この今ちょっとこれで見ますかね、執行から6ヶ月以内、学科試験、技能試験は免除となるだけでなく、免除ですよ、学科試験、技能試験ね、運転免許証が継続していたと判断されます。そのため、免許の色はそのまま引き継がれるので、ゴールド免許証の人は有料運転者のままです。半年以内。へえ。で半年を過ぎるとね、執行から、6ヶ月、これちょっとあれですね、あの半年以上で、3年以内、やむを得ない理由が、やむを得ない理由ですけど、これはだから、外国に行ってたりとか、あの入院してた、刑務所入ってた、いろいろ。これにはですね、楽屋で修行してた、これ含まれないんですよ。
あ、そう。で、これで執行してる落語家って結構いるんです。私の近所の桂文治師匠もかつて原付免許を持ってたんですけども、修行してて、うん、で、まあ、内弟子というのをやってて、まあ、4年間、はい、そのうちにその免許が切れちゃって、で今免許なしなんですけども、あと桂米福師匠という方もですね、車の免許なくなったって言ってました。あ、俺もなくなったよ、なんつって。で、僕はそうじゃないんです。別に自由だったんで、春風亭流昇。刑務所に入ってた。刑務所いや、もう刑務所も入ってなかったんですけど、もうね、いや、まあまあ、まだそのやむなくっていうのは海外とか刑務所とかそういう。刑務所に入ってても大丈夫なの？大丈夫なんじゃないですか。もう入ったことないんですけど、そこら辺はあの経験はあの役とかでも、いやいや、まあ一応だからやむないっていうんですよね。で、まあ、だから3年までは執行で、こういう場合はですね、そのやむない理由が終わった日から1ヶ月以内、学科試験、技能試験が免除となる。ただし、その場合は一度執行したという扱いになり、継続していないと判断されるため、期限3年のブルー免許となります。ゴールド免許の人は青に戻るわけですよ。この場合はね。そして、執行から3年以上。やむを得ない理由でも3年以上が経過した場合は、試験の免除はありません。あらかじめ、更新期間に更新できないことが分かっている場合は、期限前更新がおすすめ。ただしその場合、有効期限が1年短くなるので注意してくださいというのあるんですが、やむない理由がない場合、ね、これ当然普通の人、うん、普通の人、やむない理由がない場合はですね、まあ、うっかり執行であってもね、6ヶ月以内だったら学科試験、技能試験が免除されます。視力検査などの適正検査と特定の講習を受ければ再取得できると。半年はね、普通の人は半年。で、執行から6ヶ月から1年以内、大型免許証、中型免許証、または普通免許証を執行した人は学科試験と技能試験はなしで、適正検査のみで、仮免許証を取得することができます。仮免許証がない二輪免許証などの場合は、通常の試験を受けての再取得となります。仮免許証の有効期限は、交付日から6ヶ月、それを超えると免許証も失効となり、完全にゼロから取り直しになるので、速やかに再取得をという。ね。そしてですね、まあ、うっかりしている人っていうのは世の中に結構いるもんでございましてね。私はこの次に該当するんです。次に。あ、そう。よかったね。執行から1年以上。!?1 年以上ですよ。もう聞くも涙、語るも涙。ね、そしたらもう取れないんだ。いや、取れないんじゃなくて、あの、行くんだ。いや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 、何の優遇措置もないんです。試験免除はなく、最初から取り直しとなります。ね。に免許を取り直しゼロ。これね、やむないっていうか、あのうちにはっていうか、僕は少なくともそのハガキが来るじゃないですか。はいはいはい。見てないんですよ。で、あれおかしいなってずっと思ってたんですよ。うん、ね、で、まあ何年か経ってから新聞を、たまった新聞をバサ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 整理してたら、その間から出てきました。つまり、あの、私の家族はですね、私に来た重要な書類は新聞紙と一緒に積み重ねるというね、そういう家族に恵まれてるんでございます。ですから、さっきの質問なんですけども、うちで、まあ、威張ってたことへの、まあ、しっぺ返し、復讐、うん、それはあると思う。ですかね。威張った記憶はないんですけど。いやいや、それはあるよ。どうですか。でね、復讐に行ってるしね。あ、そういうのがいけないのか。あ、そういうことか。まあ、そんなわけでですね、私は、まあ、もうその時腹くくりましてね、あの、しょうがない、うん、あ、もう執行しちゃったんだし、もう僕はもう都会人だから、あ、免許なくても生きていけるわと思ったんですよ。その時は、うん、その時はそう思ったんですけど、そのうちね、免許がないということは非常に辛いんですね、世の中生きていくの、うん、自分をこう証明するものがない。
そうだね。片岡さん免許は？ありますよ。当然ありますよ。返さないんですか？組に。まあそろそろあのいろんなほら今世の中のねこう言っちゃなんですけども世の中の問題になってるじゃないですか。ね、僕はねなんで持ってるかっていうとね、はい、自分の証明になるだけなんです。でしょ？うん、証明すごい証明なわけですよ。そうそう。だから証明ないでしょ？ないなかったんです。なかったんです。それまでのね、免許ね、ちょっと写真がこの画面に出てくると思いますけどね、前にも出てますけどね、僕はね、ちゃんと普通の自動車の免許、ね、これマニュアル車と、中型の二輪の免許、中型の。この頃から太ってきたね。太ってきたんじゃない、もともと僕は痩せてた時期なんかないんです。あ、そうなんですか。痩せてた時期は。で、今日、この免許の、この、いろいろ更新してきてね、どん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 行くんですけども、ここまで免許はあったんですよ。そのここから剥げてた。いや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 、平成17年4月の22日交付したね免許ですね、平成20年の5月7日まででこれ捕まったのが平成21年の5月ですから1年きっかり経ってんですよ。はで、今、まあ、そのまま写真が出るかどうか分かりませんけども、執行した時の免許っていうのは穴が開いてないですね。で、それ以前の免許全部ですね、ちょっと気がついたことはありません？みんなですね、一番最初の大きな免許以外はですね、みんな衣装が同じ。そう、衣装が同じなんです。これ、もうずっとこの衣装を取ってね、で苦労してやってたんですよ。この時のために、この時のためじゃないですけど、これ飲み屋でね、結構鉄板ネタでね、ちょっとこれ見てこれ見てって、みんな笑ってくれるんですけどね、うん、僕のこうだんだんこう毛がなくなっていく姿とですね同じ服を着てるというね、これをこれはしかし本当にね大阪系ね、大阪系さっきマダムも言っておりましたね、今話題の人々、そう ねいいじゃない話題なんて話題はね、いや、でもさヤクザの人たちとさ、はい、落語とは同じようなもんでしょ。あ、気の弱いヤクザだと思います。無理難題、結構後輩に、表に出ないヤクザっぽいとこ結構ありますね、どうでしょうね、こういう今の写真ですけども、こういうなんか役つきそうじゃないですか。僕の一回ね、やったことあるんですよ、落語屋さんと映画 で僕の子分の役をやってたんですよ。へえ、親分、うん、で新宿で撮影したんですけどね、親分何々誰々来ましたとかって言う役だったんですよ。その方はそうかよしって、そしたらね、落語屋さんはやりにくいんだよね。あら、そういうことを今ピー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 、いや、それはその人がやりにくかった。いやっていうのはね、はい、全部自分で答えちゃう。はい、そこで何々さんが来ましたよ、うんって俺がうんって言うんだよ。どうしてその人先、それみんながそうじゃないです、その人がそうだったんだ。いやみんなそう。いやもうちょっと僕と絡んでいい。今度ね、ちょっと江口さんにでも頼んでね、ちょっと絡む場を作っていただきたいですね、しかしあれ、そういうふうに訓練されちゃうんでしょ、だって返事もするっていうの。まあ、それはネタとしてそうですけど、その人は多分、ね、台本を覚えるときに落語として覚えたんでしょうね。あ、そうか、うん、全部覚えたんでしょうね。でも注意してもなかなか治んないんだよ、うん、それでさ、お前さ、ちゃんとさ覚えてくれよって、俺が出てる意味ないだろ。そしたらはいはいって言う。落語家さんが使われなくなるからやめて。やめてー。まあそういうわけでですね、この度はいと取得したんですよ。これは語るも涙の期間も涙、一発免許ですよ。これね、まず1年以上前から始まってます。へー。まずさっき片岡さんが言ったように、僕は身分証明としてまず欲しかったんで、うん、これ、免許を取っ、下の方から取っていくと、取った順に何の免許を持ってるかっていうのが
記載されていくんですね、はい、というのは何を言ってるかというと、車の免許を取ると原付免許もついてくるじゃないですか、はいはい、そこには原付免許1とは書かれないんですよ。でも僕は下の免許からどんどん取ってきたんで、原付免許から取りました。だから今取った免許には1と書いてありますね、原付免許が1、うん、で、それでですね、まずこうなんで原付から取ったかというと、一発免許で取ろうと思ったんで、もう免許センターじゃない、教習所に行くお金はない、うん、ないので、盗んできた。いや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 、一発免許って本当はね、この免許の取り方が本当の取り方なんですよ、日本のね。あ、教習所っていうのは厳しいから、超なんか便宜的にというかね、まあ取れる制度というか、うん、天下り先というか、まあそんな。だから僕なんか取った時にね、二輪車乗れなかったですよね。ほん、要するに乗ったことないから。あ、免許はあるけど二輪車。そうそう、あ、そんな時に時代の免許ですか。全部乗れたって免許ですね。そう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 。あ、うちのお父さんも言ってました。俺はハーレーでも乗れるって。今ね、どんどん細分化してて、まあ、あ、普通の自動車取ると原付はついてくるんですけど、うん、僕は原付バイクに乗ってその教習所に通うことになるであろうということを予想して、教習所じゃないの、免許センターに通うであろうということを予測して、で取ったんですよ。そこはすんなり、これはまあ原付ではすんなり取れました、試験だけで、うん、次にですね、自動二輪の免許、ね、自動二輪の免許がですね、これがね、まあバイクですよ、中型免許を取ろうと思って、3回受けに行きまして、3回ダメだったんですよ。なんで足が短くて。まあそれもあるんでしょうね。なんでしょうか、さすが片岡さん、なんか今から漫才できそうな感じ。すごいいい切り返ししますね。まあシーンも短いんですけど、これがね、まあ免許持ってたにもかかわらず取れないんですよ。あ、これはいかんと。で、ある方にね、5回以内に免許取ったら、中型免許取れたら寿司食わせてやると言われたんで、あ、いけね、あと2回しかない。で、4回目に、自動二輪中型の免許も一応こう細かく分かれてまして、限定があるんですよ。で、これギアがない免許、スクーターみたいな免許の、うん、中型の下、小型っていうのがあって、でここがですね、車と同じ試験をするんです。車と同じ試験と学科の試験と、実技の、そのスクーターの実技があるんですけど、いや、しょうがない、4回目これで取ろうと。で、1回レベル落としてこれで取って、これはもう1回で、でここでね、免許が固定されるわけです。免許ぶら下がられると出ちゃうのね。ぶら下がられると出ちゃう、できちゃうの。あ、できちゃう。あ、そう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 、目の前にね、うん、あ、そういうやつですね。馬に人参ぶら下げてんじゃねえんですからね。あ、でもそんな馬に人参ぶら下げてるのなんて実際見たことないですけどね。本当に走るんでしょうか、あれ。でね、もう免許をね、固定したんです。固定で、学科免許がそれ以上落ちてると学科がまたもう一回やんなきゃいけないってなっちゃいますんでね。で、それで、まあ、中型限定っていうのを取って、で次に一個ずつ、じゃあ中型限定のマニュアル車にしようかなと思ったんですけど、うん、もうここまでできたんだから、次はじゃあもう中型の一番難しいやつで、うん、マニュアル車の400cc のやつが乗れる試験受けて、で合格、5回で合格した。一応そこぶら下がってるから、ぶら下がってるから、中型免許はここで元通りになったわけです。ここでですね、あ、ここまで来たんだから、じゃあ次は車だ、車も一発で行こうと、はい、これがね、長い道のりでね、ほんと長かった。中型を取ったのが去年の8月。へえ、長かったね。長かったんですよ。去年の8月から、じゃ9月ぐらいから車を取りに行くんですけども、あれ、しかし何回も受けられるの？何回もって、そう、受からなきゃしょうがないですからね。そこはだからその都度お金払いますよ。でも仮免許が3回か4回。あれ違うな、5回ぐらい行ったな。仮免許を取るまでに5回。
よく落ちるのは分かったよ。落語家だからだ。この先言おうかなと思ったことを、ね、言われてしまったこの僕はどこに向かって進んでいけばいいんでしょうか。まあそういう、まあそういうことでございます。よく落ちたというね、去年の8月から4月いや3月中に受かったんだ。だから、仮免許の期間半年しかないんですね。半年以上やるとあ仕組んなっちゃう。また仮免許を取らなきゃいけない。その期間をギリギリ使って、一月ぐらい残したかな、うん、使ってこの度免許が取れたという。はあ、ね、でもあれだな、こうやって画面見てるとね、しばらくさんってやっぱ出てるといいな。痩せて見えて痩せて見えて髪の毛が、いや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 、まあそんなことでね、あ、まあ、でもね、そういったことでですね、うん、私も車が乗れるようになりましたね。車買ったの？買ってない。いや車欲しいなと思ったのはだから今すごい安いレンタカーとかあるじゃないですか。はいはい。それでね、最近もね片岡さんが言ったうちの可愛い娘と、ね、うん、そりゃそうだよ。お出かけをしたいなと、うん、小学2年生になりました、おかげさまで。あ、もう2年ね。2年生になりました。よく持ったね。よくも、よく、いやなんでしょうね、やっぱり他人の娘と同居する感覚ってこういいなと思いまして、あ、そうじゃない、そう、自分の娘です、自分の娘。まあ、といったところでですね、まあ、しばらくが免許を取るまでの奇跡、うん、奇跡というか、まあ、片岡さんと免許取ったよっていう話しかしてないですけどね。まあ、こんな感じで今月のしばらくチャンネル、またの次のコーナーに行こうかと思いますよ。しかし、はい、今度ね、はい、素晴らしいことやるじゃないですか。そう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 、それはじゃ あ一旦ここで CM を入れまして、次の時間にお知らせします。CM 明けということでございます、ね。それでは私落語家柳亭しばらく落語会をやります。まあ、そういうわけでね、4月の25日お江戸日本橋で、まあ、最寄りの駅は銀座線の三越前駅でございますね。こちらで、まあ、今ここにチラシが出ているかと思います。4月の25日月曜日、しばらくの会、夕方17時会場、17時半開演でございますね。ちょっとお勤めの方は5時に終業をいたしますと、まあ、30分で始まりますけども、でも私がすぐ出るというわけではございませんでね、まあ、前座さんが出て、そして私の弟弟子、2つ目に昇進をします関関亭喜太郎という、まあ、青病団みたいなのが出ましてね、そしてその次に、まあ、私が1回目、私2回出ますから、主人公私ですからね、柳亭しばらくが出まして、ゲスト春風亭柳橋師匠、ただいまの柳橋師匠、出ます。で、中入りを取りましてですね、中入り挟みまして、今話題の三遊亭夕場兄さん、出ます。そして大神楽曲芸を楽しんでいただきまして、最後にまた私がメインで鳥を取るというね、そういう番組がございますので、皆さん4月の25日は日本橋、お江戸日本橋邸へお出かけください。私に連絡をいただければ前売り料金で入れますんでね、よろしくお願いいたします。てなわけで、今月のしばらくチャンネル、これにてお開き、どうもありがとうございました。